どうもコロネ県の塚田です。本日はお取り寄せグルメをご紹介したいと思います。やっぱりですね、北海道のお取り寄せグルメ、これかなり全国的にも引きが強いと思います。その中でも北海道といえば牛乳ですね。中標津から本日はお取り寄せさせていただきました。中標津といえば北海道でも有数の酪農地でございまして、美味しい牛乳がいっぱいあるところなんですね。そちらの中からですね、本日はラ・レトリさんというお店からお取り寄せさせていただきました。お取り寄せしたのがですね、届いたので届いたまま見せますね。じゃーん、飲むヨーグルト。届いた瞬間テンション上がるパッケージ、最高。このラ・レトリさんというお店はですね、ヨーグルトが美味しいということで有名なんでね、開けますね。じゃあこちらパンフレットが入っております。ラ・レトリとはフランス語で乳製品を作る工場、お店という意味らしいです。いろいろな商品載ってるんですけれども、本日ご紹介するのは2商品。1つはヨーグルト、食べるヨーグルトですね。素晴らしい、香料安定剤使用で 0% 自然素材だけのヨーグルトだそうです。テンション上がります。そして飲むヨーグルト、なんか2商品ともやっぱ高級感ありますよね。じゃあ早速食べてみたいと思います。飲んでみたいと思います。いただきます。うわすごい、さっぱりとしたヨーグルトなんですけども、ヨーグルト独特の酸味が非常に爽やかな感じで入ってきますね。フレッシュなヨーグルトってこういう味なんですよ。僕もこういういいヨーグルトって食べたことなかったんですけど、うん、ちょっとクリームチーズを感じさせるような美味しい旨味も感じられます。ジャムだったりなんかそういうような、その人なりのアレンジをして食べてもバチッと合うような素晴らしいバランスに整えられた食べるヨーグルトです。すごく美味しい。続きまして、じゃじゃん、飲むヨーグルト。この瞬間テンション上がる、パリ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 。いただきます。うまっ。見ての通りかなりサラサラしてるんですよね。飲んだ瞬間バチンとそのヨーグルトの美味しい酸味と旨味がガンときた後に、ゴクって飲んだ後はすごい切れ味がいいです。飲みやすさと旨味が両立されてる感じしますね。無添加ということでね、健康にもいいし、新鮮な牛乳じゃないと出せない味なのではないでしょうか。ずーっと飲めるわ。あー、うますぎるな。飲んでるのは牛だけどうますぎるな。たくさんの乳製品を売ってるお店ラレトリさん、こちらぜひ皆さんもお取り寄せして、お家で北海道の牛乳の凄さを味わっていただきたい。中標津に僕も落ち着いたら行ってみます。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。